はい、今日はですね、ジャパンインターカルチャルセル、インターカルチャルコンサルティングの創立者兼社長として、異文化コミュニケーションとか人材育成、リーダーシップ、組織開発を専門とする経営コンサルタントをなさっていらっしゃるロシェルさんにインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、もう早速なんですけれども、質問まず1つ目がですね、ロシェルさんにはですね、どのような夢とかビジョンをお持ちですか？そうですね、はい。日本の組織が外国人人材を活用できるようになること、あるいはどんどん活用できるようになることが、ずっと前から夢で、手伝ってあげたい、テーマですね。なるほど。なんかすごいやっぱりグローバルですね。そうですね、はい。もう、はい。考えると、日本の会社がどんどん海外に活躍して、そういった海外事業の中には、もう日本人駐在員だけでは管理するのは難しくて、やはり現地の才能を持っている従業員を生かすことが非常に重要ですね。それに最近、日本の中にも外国人がどんどん日本に住むようになって、日本国内にも外国人を上手に活用できることは、グローバル企業だけではなくて、日本の結構国内向け企業にとっても非常に重要な課題になっていると言えます。なるほどですね。なんかそこやっぱり日本にもやっぱ外国人の方が多いってことですね、今企業に。そうですね、増えてますね、最近。はい。これからまた増えていくことが予測されてますね。逆にすいません、ルシェルさん、日本人が例えば海外で働くことよりも、やっぱり日本の中で外国人が来て働くっていうところで、ロシェルさんがそこに関わってらっしゃるっていう感じですか？実は両方やってます。はい。日本で日本の企業が外国人の社員を雇うときに、日本人の上司向けに外国人を管理する方法のセミナーを行ったり、そして日本企業で働いている外国人向けに日本企業での働き方を提供しています。それを日本で提供してますし、日本企業の海外拠点で似たようなものも提供してますので、両方見てます。なるほど、すごい架け橋的なところが素晴らしいですね。一応そういうことをしようとしてます。はい。はい、で、じゃあちょっと次の質問で、それをですね、具現化するために、どんな目標や計画っていうのをやっぱりこれからさらにね、また立ててらっしゃることって終わりでしたらお聞かせください。はい。いろんなセミナーとか、ティームビルディング、コーチング、そして、e-learning 教材の開発など、いろいろ関わってますし、どんどんそれを多くの人に提供するようにしたいと思いますし、そして私が執筆活動もして、それを通じて、ちょっと日本の企業で働いている外国人向けに、および外国人と一緒に働いている日本人向けに、いろんな本とか記事も書いております。結構やっぱりなんていうんですかね、日本に住む外国人向けとか、日本にいるんだけれども、その外国人に対するやっぱり交流の仕方ですよね。そういったところっていうのは、やっぱりその立場になって、ロシェルさんがすごくそこをコーチングしていくことにすごく研究されたんじゃないかなって思いますから。そうですね。長い間それをテーマにしてきましたので、はい。素晴らしいですね。で、実際、今後、例えば何か、1年後とか3年後とか10年後とか、何かそういった目標計画みたいなのは、これからまたね、コロナ禍になってのグローバル展開があって。そうですね、はい。そうですね。具体的な数字になってないんですけれども、どんどんより多くの方向けに提供したいと思っています。なるほど、素晴らしいですね。やっぱりその目標、ちょっと次のも質問に生かしていただきたいんですけど、はい。目標ね、計画に対して、現在、どのような活動指針を持ってその活動されているんでしょうか？
そうですね、まあ、私の自分の会社があります。ですから、そういった企業向けの研修などを提供するのは、私だけではなくて、私の部下もやってます。ですから、いつも部下の育成、そして、まあ、チームの拡大などもして、ね、ちょっと、まあ、そういったような手伝いできる人の育成も私の目標の一つですね。なるほど。そうですよね。手伝うっていうか、こうみんながそれをロシェルさんと同じようにね、こうそこを教えていける人が広がると、すごくもっともっとの多くな人がこうなんていうの、活躍できるというかですね、そこが生かされていくっていうところになりますよね。うん、いやでもそもそもその、まあ、夢とか、ちょっと次の質問に行きたいんですが、夢やビジョンを持ったきっかけ、これは何ですか？そうですね、はい、まあ、どういうきっかけだったかというと、20代、私は日本で日本の大企業で働く経験があって、まあ、その時は私の担当は国際広報だったんですけれども、国際広報というのは社外の広報だけではなくて社外の情報の流れだったんですね。会社の海外に働いている現地採用の外国人向けに英語で情報発信する仕事があったんですけれども、その中で海外の拠点で働いている外国人といろいろ話することができて、いろいろ当惑していることとか理解できないことについていろいろちょっと質問を受けたりして、はい、だから私が働いてた東京の本社でたくさんの外国人も働いてて、日本上司の下で働いて、まあ、どうやって仕事うまくいけばいいのか、どうやって職場の人間関係を運べばいいとか、いろいろ悩む方が多くて、まあ、私の場合は非常に素晴らしい上司に恵まれて、あんまり問題なかったんですけれども、結構問題を経験する人もいまして、ですから、まあ、いろいろ社内で起きていることを見ながら、マスコミを見て、日本企業がどんどん海外に進出したりして、海外で企業買収も盛んにやったりすることがあって、より多くの日本人と外国人が密接に一緒に働くようになるではないかと思って、まあ、その関係でもう、もっと情報とか助けがないと苦しむ人がたくさん出てくるんじゃないかと思って、その辺で私は役立てられるかなと思いました。なるほど。もう20代の時に日本企業でっていうところが、はい、日本と最初にこう出会ったというか。そうですね、はい。でも日本に来ようともともと思ってらっしゃったんですか？まあ、そうですね。実は大学ですでに日本語を勉強していましたので、ちょっと日本語の基礎もあって、もともとのきっかけとしては、高校時代、絵を描いたり、版画を作ったり、ちょっと芸術的なことについて興味を持ってて、そういった経験から、日本について興味を持つようになったんですね。まあ、日本の美術的なものに憧れを感じて、そして大学に入って、ビジネス関連のカリアをしたいと思って、もし日本語を勉強すれば、ビジネスに役立ちながら、いろんな芸術の面でも面白い。例えば、行方を絵に書いてある文字を読めるとかとか、いろいろ考えたりして、ちょっと一石二鳥になるんじゃないかと思ったんですね。なるほど。高校の時から興味があったということなんですね。そうですね。はい、そうです。いやーすごい。それは例えばミシェル、ロシェルさんのその何て言うんですか、その周りの環境で、まあそれもありましたけれども、実はアーティストのテリエでクラスを取って、そのクラス取りながら、そのテリエで働いている日本人のアーティストがいまして、彼女とよくお話ししていたり、そして友人の間には日系アメリカ人もいまして、彼女らの家行くとちょっと日本のものを置いてあったりとか、ご両親が親切だったりとか、そして私はシカゴ育ちだったので、シカゴには美術館があって、日本の浮世絵など日本の美術の集まりがあって、それを見ていつも感動を受けたり、まあ、そういったような機会で日本の文化に触れることもできました。なるほど。すごい環境がそういうふうにあったのもあるんでしょうけど、でも ロシェルさんがそこの本当心惹かれるそのポイントは何でしたか？
そうね、まあ、ちょっと美術としての質というか、まあ、美的感覚はすごくちょっと憧れを感じました。まあ、もう一つちょっと言わなかったんですけれども、私が育てたすぐそばにシカゴの植物園があって、はい、そこには定期的のいけばなの展覧会が開催されていました。いけばなを見て、ちょっとその時まだ見たことあるアメリカの普通のフラワーアレンジメントは、ちょっとお花がいっぱいあって、なんか詰まっているような感じですけれども、いけばなというのはちょっとエレガントで、少数の枝と花だけで、なんか綺麗な形が出来上がって、あ、それはなんかすごく新鮮に感じました、見たときに。へえ、なんかすごい本当なんか日本人の和心というか、そういうのを感じるセンスが終わりだったんですね。まあまあまあ、そうかもしれませんけれども、そういう日本の美的感覚にすごく憧れを感じました。そうなんですね。逆に私たちの世代は本当になんかこうアメリカに憧れてたというところが。まあ似てるかもしれませんね。そうですね。いやでも本当そういったところからなんかこう日本とつながるこう環境とか興味があってっていうところがあったと思うんですよね。でそこから本当にビジネスとかに、うん、こうビジネスっていうところにこうそこに行こうとしたこうきっかけも何かあったんですか？そうですね、はい、まあ、一応父がビジネスなんで、なんかビジネスの世界が面白いと思ったし、そしてもう一つすごく感じたのは、なんかビジネスで、まあ、世界が動くでしょ。そして、まあ、私は非常に好奇心の強い人ですけれども、はい、ビジネスがどのように動くか、世界がどのように動くか理解したい。ビジネス理解しないと世界はなかなか理解できないと思いました。そしてもう一つ、まあ、実は高校の時に、はい、なんかどこかのなんか高校生をインタビューされる記事があって、なんか大人になって何をしたいんですかということを聞かれた時には、私が博物館の管理者あるいは雑誌の編集者のどちらかになりたいという、まあ、そういったようなことを考えて、なんか高校の時にも何かを運営したい、 何かを管理したいという考えもあって、そのためにはちょっとビジネスの知識も必要と思いました。なかなかでも本当すごい、お父様がビジネスマンというか経営者だったりとかされたということですね。そうですね、はい。でなんかその今ちょっとお伺いしながら、こうロシェルさんのそのなんていうんですかね、ビジネスをやっていくことでこう全体の動き、その社会の動き、っていうところにすごい興味があったっていうことですかね。そうですね、はい。それは なぜこう全体の社会の動きっていうのをこう知りたいって思われたんですか？そうね、まあ、私は非常に好奇心が強くて、なんか我々人間としては世の中にいるわけですね。そしていろんなことが起きるんですね、新聞読んだりして、でもなぜそのことが起きるのか、なぜなんかこういう現象が起こるのか、なんか知りたいと感じたんですね。なるほど。いや、そういうことをやっぱり子供の頃からすごいやっぱり考えてらっしゃったんですか、好奇心で。そうですね、はい、そうですね、はい、いろんなことを理解したいと思ったんですね、はい。はい。いや、なかなかこう日本のなんていうんですかね、家庭環境とかではそうやってちっちゃい頃からそういうコミュニケーションっていうのがなかなか多分しにくいっていうんですかね、こうなんか、できにくい、なんかこう社会背景とかその日本の風土みたいなのがある、どちらかというと、こう決められたことをやっていくみたいな。そうですね、はい。だからそうかもしれませんね。アメリカではそのような制限的なものはちょっと比較的少ないじゃないかですね。なるほど。いや、まあ、なんかやりたいものがあればできるだろうとか頑張ればっていう雰囲気がの方が強いですね。なるほど。そしていつも両親の方から新聞読んだり、なんか世界のことを知りましょうということも奨励されてましたね。素晴らしい、やっぱり家庭環境というかありますね。
それも大切だと思います。はい。なるほど。ちょっとそこの、まあ、なんていうんですかね、こう日本のその、なんていう、文化芸術っていうところもそうですし、そこからね、日本語をすごくやっぱりこう極められて、そして、まあ、ビジネスっていうところで全体を知りたいっていう好奇心がもうめちゃくちゃ旺盛だなっていうのをすごくロシェルさんから感じるんですけど、そのやっぱりこう今お父様との話とかっていうのも家庭環境ってもあったと思うんですけど、一番そのロシェルさんがその今のね、ロシェルさんを作っていくための発見とか、その出会いのきっかけ、一番衝撃的だったことっていうのが何かあったんですかね。そうね、まあ今すぐ頭に浮かぶのは、先ほど言いました、高校の時に芸術者のアテリエでクラスを取った時には、そこにいた日本人の芸術者がすごく印象的な方で、彼女が作ってた作品もすごく素晴らしくて、はい、そしてすごく話すとすごく面白かったし、なんかいろいろ、例えば彼女のホームパーティーに招かれて、彼女がなんか出してる和食がすごく、その皿の上の飾り方もすごく芸術的で、なんか すごくセンスのある方なんですけれども、すごく彼女を見てなんかすごいなと思ったんですね。なるほど。それはじゃあそこの衝撃というか、なんかそこのことがあって日本にまた興味が持たれたって。そうですね、はい。いや、なんかその素敵な女性をなんか どんな方なのか知りたいぐらいですね。そうですね。そして彼女が今にもアメリカに住んでるんですね、はい。ですね。あ、じゃあそういった信仰もまだありながら。うん、そうですね、はい、そうです、はい。なるほど。まあ、なんかそのやっぱり日本と外国の人たちのやっぱ架け橋になるっていうところで、すごくね、ロシェルさんもうなんか今の時代に本当に必要な人なんだなっていうのをすごく感じますけども、こうやっていく中でやっぱり一番こうロシェルさんのなんかホームページをちょっと拝見させていただいた時に、やっぱり自分がちょっと経験したなんかことをこうさせたくないっていうか、自分の失敗とか、なんかそういったところが。そうですね、はい。日本企業で働くと、もういろいろ知らないことが多かったんですね。まあ、どのように仕事進んだり、何かどのものに、なんか、情報を報告したりとか、もういろいろ、働きながら、まあ、暗中模索みたいな感じで、失敗も非常に多かったんですね。でも私はその時の上司はすごく理解のある方で、私はいろんな間違いをしても、もうすごく親切にいろいろ説明したりとか。でも私はトラブルを起こしてしまったこともまでもありましたけれども、いろいろ失敗しながらたくさん学んでて、なんか英語で言うと、I learned the hard way っていう言い方がありますけれども、なんかもう難しいことをなんか知らぬ経験しながら学んだこと。そして思ったのは、日本企業で働く各外国人がこのように苦労しなければないのであれば、多くの人はすごくたくさん苦労する。それはもったいないと思って、少なくとも皆さんの苦労を減らすことができれば、それは私が、まあ、社会に役立てられる方法になるんじゃないかと思いました。なんか結構やっぱたくさんこういろんな失敗をしながらっていうところがあった思いを、本当にこう外国人の日本で働く外国人とか海外でも働くその、ね、日本人だったり外国人だったりされる方のこうやっぱ手助けというか、うん、そうですね、はい、少しの役立てられるのであれば嬉しいという感じですね。なるほどですね。でもなかなかやっぱりそこまでこう思える人っていうかいない、なんていうんですかね、自分がこう成功することだけで精一杯だったりとかっていう方もいらっしゃる中で、うん、ロシェルさんのようにこう本当多くの人を救いたいっていう思いがですね伝わってきます、もう。はい。でちょっとこれちょっと補足的な質問なんですけれども、ロシェルさんから見てその日本とか日本人っていうところの、まあ、良さとか何かここをもうちょっとこうしたらいいなっていうアドバイス的なことがあったらちょっとお聞かせください。
うん、そうですね。まあ、日本の良さとしては、まあ、たくさんありますけれども、先ほど言いました美的感覚が素晴らしい。そして、詳細的なことに対して注意を払っている。そして、まあ、計画力というか、すごく丁寧に計画して、計画通りに実施する。そういう能力も非常に高いということですね。それでありながら、ちょっと改善する余地のあると思えることは、フレキシビリティですね。はい。まあ、ちょっと世の中がいろいろ早く変化するようになってて、今までのやり方が現在と合わなくなったりとか、ちょっと新しい、ちょっと対応しなくならない課題が出たりすることで、なんか今までこういうふうにやってきたっていうようなやり方とか、あるいは今までこういうルールがあったとか、なんかこれだけだったらちょっと十分フレキシブルに対応できないので、それもぜひ気をつけていただきたいところですね。なるほど。すごく今の本当に改善点というか、まあ、そこが本当に今私も日本人として、あ、そこだなってすごく同じ思いになりました。はい、いや、ありがとうございます。なんか本当ロシェルさんのこう人柄とか、やっぱりそこの思い、人に対する思いというのがすごく伝わってきて、私は本当にこのインタビューさせていただいてよかったなと思います。はい、でちょっと最後に短めではありますけれども、これを見ていただいている動画の視聴者に何かこうメッセージ、この今の時代にというところと、これからというところでのメッセージを、はい、お願いします。そうですね、はい、まあ、これから日本にいる方がいろんな形で外国人との接触の機会が増えるのではないかと思います。ですから、その時にオープンマインドを持って、自分のやり方と違ったやり方を持ってる人に対して、まあ、自分いつも相手を自分の尺度で測るのではなくて、ちょっと違う文化の人だったら違うやり方もありますよという考えでいくことをぜひ進めしたいと思います。はい、いや、素晴らしいメッセージ、本当多くの方にちょっと私も届けたいと思います。はい、今日はお忙しい中ですね、インタビュー、はい、受けていただきましてありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございます。